私は死なないんです。だって思いません？屋上があってフェンスがあったらチャンスだって。にゃー。さっきミキ先輩が来て変なことを言うんですよ。平行線は交わるんだって。交わるの？交わらないですよね。平行線って交わるの？電気羊の夢を見ました。ゆうたくん、怖いよ。覚めない夢って見たことある？肝試し。うん、温室まで行ってコップを取ってくるの。もう置いてきちゃった。いつの間にそんなことを。えへへ、昼間のうちに仕込んでおいたの。では採血します。行きたい人はーい。はい。ということで多数決決定。やだな。ではペアを決めたいと思います。とりあえず私とユイと。ブーブーブー。あれ、ダメ？当然、ここは一発平野先輩に選んでもらいましょう。平野先輩、今日のエスコート役をどうぞ。怖いから腕組んでいこう。主人と奥さんが血まみれで倒れていたって有名な話なんだから。行方不明者もいるんだから、どこかに死体が埋まってたりして。
かに絵を描いているとね、悪魔が見に来るんだって。でもほら足音が。結局出なかったね。あ、人影。された館の主人の幽霊よ。恨めしや。ご主人様、大丈夫ですか？私を呼び覚ますのは誰？電気羊の夢を見ました。ゆうたくん、怖いよ。覚めない夢って見たことある？私を呼び覚ますのは誰？電気羊の夢を見ました。ゆうたくん、怖いよ。覚めない夢って見たことある？スーは夢を見ないです。ご主人様はよく夢を見るんですか？スーも出てくるんですか？これなんだ？こんにちは。いろいろと準備してたら手間取っちゃって。お姉ちゃんは？やっぱり。
どうしたの？初めてだよ。スーって知らないもん。スーです。ロボット？かわいい。お兄ちゃんのところの家事用ロボットよりずっとかわいいよ。あ、嬉しそう。うん。あ、ご飯まだだよね。私作るね。うん。じゃあスーちゃん行こうか。はい。お兄ちゃん、お風呂沸いたよ。じゃあ私が入ってこよう。でお姉ちゃんはダメ。いけずされたよ。頭なでなでして。入ってこいよ。ついでに風呂掃除頼む。知れない。とろいからなんかね、蹴りがつけられないの。お兄ちゃん背中流して。あどうしてお姉ちゃんがそこにいるわけ？不可抗力。それ私の仕事。はるかより私の方が上手だもん。姉ちゃんエッチ不純。あんたこそ不純じゃない。むむむ。
に帰るって。じゃあお兄ちゃん、おやすみ。スー、楽しかったです。スー、助けるのが仕事です。スー、忘れないです。スー、忘れないです。何してんだ、早く行くぞ。覚めない夢を見たことはあるか。覚めない夢って見たことある？そうか。ああ、お前もな。明日から学校だな。寂しいのか。私も嫌だな。いや、また合宿できたらいいのに。